朝山武氏は、日本の政治家。鹿児島県甘見市長。元笠り町長。鹿児島県立大島高等学校を経て、1969年3月、拓殖大学小学部卒業。同年4月、鹿児島県信用保障協会に就職。1994年12月24日、笠り町長に就任。1998年に2期目の当選。 2002年に3期目の当選。2006年3月20日、笠利町は、名瀬市及び住用村と合併し、奄美市となり、自治体として廃止される。それ伴って、同日、奄美市町職務執行者に就任。4月22日、新市町就任により、同職を退職。6月3日、奄美市の助役に就任。2009年10月13日、 平田高義天美市長が市議会議長に11月30日付で辞職する胸の辞職願いを提出。それに伴って11月22日に実施された天美市長選挙に無所属で出馬し当選を果たした。12月1日市長に就任。2013年6月18日次期市長選に2期目を目指し立候補する意向を表明した。 その後無所属で出馬し、11月17日無投票で再選を果たした。天見大島への陸上自衛隊の配備計画には賛成の立場であり、2014年8月12日、天見大島を訪れた武田良太防衛副大臣に部隊の受け入れを表明した。2017年11月19日に行われた市長選で参戦ありがとうございます。